ラバティマリクのキャラバンサラヤとナボイは、ウズベキスタン共和国、南西部のナボイ州の州都である。ブハラーミール国の時代には、カルマナと言った。フサインバイから地下のヘラートのティムール町の宮廷で、ペルシア語やチャガタイ語で優れた施策を行った、文化人、アリシェルナボイにちなんで、1958年に、ナボイに改名された。ナボイ州は貴金属や天然ガスを豊富に産する。 ナボイ鉱山精錬コンビナートの本社が市内にあり、ナボイ MMC は世界でも最高純度の金を算することで知られるウズベキスタン最大の企業である。ナボイ MMC はザラフシャンやウチュクドゥクなどといった都市で金、銀などの貴金属、ウランなどの採掘を行っている。また、ナボイヤゾットは国内において有機肥料生産最大量を誇る。 ウズベキスタン大統領の工事によると、外国企業に対し地位を与える自由、産業経済区域はすでにナボイ州で創設されており、ナボイ国際空港周辺がその区域に指定されている。フィーズは技術革新に加えて、幅広い分野のハイテク産業や高性能機器を用いた、国際競争力の高い製品の促進を目的としている。 フィーズの運用期間は30年もしくはそれ以上とされる。フィーズ内で創業する企業は税率や外貨使用、製造許可、地元住民でないものの労働許可証や居住滞在などに関して優遇措置を受けることができる。また、本来支払いが必要な土地使用料財産税、所得税や直接投資の希望に応じて発生する。 社会インフラストラクチャーの整備料一括払いにかかる税率、国内道路基金や学校教育基金への支払い義務なども免除される。これに沿って外国企業は関税の支払いを免除される。外国企業はフィーズ内では輸出入を円滑にするため外貨での決済が可能となっている。フィーズ内の活動の調整、管理は 州政府や行政区の役員代表で構成される行政委員会によって行われる。行政委員会は契約条件に沿って地区を運営し誘致する国際企業を決定することができる。行政委員会はインフラ開発を進めることを目的とするフィーズ、開発基金を作ることを予定している。今日、13の合弁会社が ナボイフィーズで活動しており、自動車部品、ADSL モデム、LED ランプ、美容製品など多方面の製品を製造している。ナボイ州は、ウズベキスタンの中央部に位置し、国内有数の工業地帯となっている。ナボイ州には豊富な鉱物や天然資源がある。ムルンタウの交渉より採取される金、傾斜、加工岩、大理石、林鉱石などである。 ナボイ州最大の企業であるナボイ鉱山精錬コンビナートは世界でも10市に入るウランと金の生産を行っていることで知られている。コンビナートで生産される金の延べ棒はロンドン金塊市場や東京工業品取引所においてオプティマルゴールドデリバリーの評価を獲得している。ナボイ州の経済は工業のほか建築資材、科学、織物。 食品産業によって成り立っている。40の外国投資企業が、ナボイ州で仕事を行っている。これらの企業の多くは、アメリカ合衆国、中国、ロシア、イギリスの投資家が参加して設立されたものであり、ウズベクイギリスの合弁会社、アマンチタゴールド・フィールズなどのように、合弁会社を設立している。街の郊外に、ナボイ国際空港があり、 タシュケントへの国内便が毎日発着している。また、ウズベキスタン鉄道の駅があり、ブハラやサマルカンド、ウルゲンチなどといった都市へと鉄道が運行されている。他、ロシア、中国、イランといった方面へと長距離国際列車が運行されている。ありがとうございます。